塾長教えて。最近顔が結構老けてきた。どうも塾長です。最近ね、なんかすごい顔が老けてきたなって感じるんですよね。なんか痩せたからですかね。なんか最近ちょっとね、痩せたんですよ、すごく。それでなんかよりね、こう老け感が出た感じがするみたいなんですけどね。まあ私ももう34歳になってね、まあみんなによく早くちゃんと働けって言われるんですけどね、これが私の仕事ですからね。まあまあまだ仕事と言えるレベルではありませんけどね。まあお金をもらってないんでね、まだあれなんですけど、まあいずれはね、そういう風に YouTube からお金がねもらえるようにね、ぜひしていきたいなと思いますんで、皆さんもぜひ、まあ、ご協力というかですね、まあ応援してくださればいずれ私も生活できるなと、そういう日が来ると願ってますんで、ぜひチャンネル登録お願いします。切実にお願いします。皆さんの役に立つでも動画はやっぱ作らないといけませんね。そこがあってこそのその収入というものですからね。まあまだまだやっぱりね、そこまでのレベルではないということですからね。まあ私も日々頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ、ね、チャンネル登録お願いします。ということでですね、今日はまた日本の料理を紹介しようということで、今日はですね、こちら、あれ、こちらですね、鶏五目飯の素ですね。これはですね、まあ声優というプライベートブランドのやつなんですけど、これめちゃくちゃ安いです。158円かな、158円ですよ。あ、でもまずどんなものか分かりませんね。まあ日本ではですね、まあ日本じゃなくても、まあ米を食べる国では大体その炊き込みご飯というやつですね。まあ米にその水を入れるんじゃなくて、水を入れるだけじゃなくて、なんか醤油とかなんかいろんなものを入れて炊く、まあいわゆる洋風に言うとパエリアみたいな。パエリアって日本語なのかな、分かんないですけど、まあなんかそういうなんかありますよね。そういうなんかご飯の炊くときになんかいろんな味をつけるですね。まあそれのまあ日本版だと思っていただければいいんですけど、これ私とっても大好きですね。簡単ですしね。もうこれを混ぜて、でご飯と一緒にこう炊くだけで美味しい料理の出来上げ。なおかつまあこういうふうに野菜もたくさん入ってますんで、ね、とっても体にいいやつですから。まあ皆さんぜひ日本に来たらね、まあ海外では。まあ、私もそんな行ったことありませんけど、あんまりこういうの売ってないんじゃないかなと思います。まあ別に全部見てきたわけじゃないんで分かんないんですけどね。まあ日本独特のもんなのかなと、まあこういう商品としてはですね。まあこれをちょっと今日は、まあ、3合分食べれますんでね、これを全部食べたいと思います。それではレッツクッキングということでですね、まずですね、こちらですね、まあ、あらかじめちょっとこう米をこういう風に入れておきました。手元とかね、まあこちらですね、これは、ここがちょっとアルミっぽいやつに入ってるんですけど、あ、まずその前に米を洗わないといけませんね。米を洗います。同じね、この、まあ、この中にも水入ってるんですけど、まあでも同じ水加減でいいです。まあ私は固めが好きなんでね、あれなんですけど、まあ同じように3合分の水を入れましてですね、まあこれを入れて、まあ、これ入れるだけですから本当に。私ですね、こういうのが好きなんでね、ちょっとこういう、まあこれめんつゆですけどね、めんつゆをちょっと若干こう、はい、もうこれだけですから、
で、まあ、あとは炊くだけですね。これですね、見てください。こうですね、ここに入れて、ここね、バチッと入れて、まあ、基本的にこう炊き込みっていうご飯あるんで、あの、こう、ポチッとな、で、これで試合終了ですから、まあ60分ですね、やっていきたいなと思いますんで、それでは1時間お待ちください。はい、それではですね、ご飯が炊けたようなんでちょっと見たいと思います。それではオープン。おー、こんな感じになってます。ちょっとね、混ぜたいと思いますんで、ちょっと待ってください。これをですね、こう、それではこの皿に入れたいと思います。ちょっとあの、カレー食ったんでちょっと黄色っぽいですけど、もう取りきます。さん、できました。いや、これはね、結構余裕でいけると思うんですよね。まあ、僕の簡単な味噌汁の作り方ですね。それではいただきたいと思います。いただきます。これまずいきたいと思います。でも実は僕もね、この声優の食べるの初めてなんですよ。いただきます。あ、これ鶏肉にめっちゃ染みてますね、味が。まあ言うなればね、あのコンビニの横になんかコインランドリーがあるみたいな感じで、そのあれコンビニ、あれなんかコインランドリーで洗濯したんだけど、あれコンビニも行けちゃうみたいな、こんな近くで暇潰せちゃうじゃんみたいな感じですね。ありがとうございました。これも、ちょっと待ちながらな。ちょっとでもね、今一つ気づいたんですけど、炊き込みご飯はスプーンで食うよりもやっぱ箸で食った方がいいってことに今気づきました。あー、でもちょっとね、味、言うてやっぱキムチなんですよね。キムチはね、いいですよ。キムチ考えたやつ天才だな。保存可能で、なおかつね、あの、何保存可能で野菜も取れるってね。きついぞ。言うなればね、まあ富士山なんてみんな登ってるから登れるっしょみたいな感じで行ったけど、意外と半ばぐらいになって、ああ、やっぱ来なきゃよかったって思う感じですね。まあ富士山登ったことないんですけどね。ちょっとなんか飲み物が欲しいね。あと休憩。お茶ですよ。みんな大好き緑茶ですよ。まあちょっとね、あの、日本のキムチってちょっと甘いんですよね。
まあ、僕韓国行ったことないんですけどね。なでもね、あの何ですかね、韓国のお土産とか、あの何ですか、僕オーストラリアに僕住んでたんで、まあ、オーストラリアもね、やっぱりその韓国の人たくさんいるんですよ。本当にコリアンタウンみたいなの必ずあってですね、まあ、そこに行くとすごいんですよ。キムチが本当に本場っぽいやつが売ってたりするんですよ。でも韓国人に聞くと、やっぱ韓国ないなとかってやっぱ言うんですけどね。でもめっちゃうまいんですよ。でも僕もね、やっぱその味に慣れたせいかね、ちょっとごめんなさい、ちょっと生きた言い方ですけどね、ちょっとあのそれに慣れちゃってね、ちょっとやっぱ日本のやつはちょっと口にね合わなくなっちゃってるみたいなとこあるんで、ちょっとコリアンタウンに行くとね、あの必ず日本のものが売ってますから、ですからあのよくね買い物に行くんですけどね。でもこうやっぱ日本タウンみたいなのってあんまないんですよ。まあある、はあるんですけどね、規模がちっちゃいんですよ。だからだいたい中国系のとこに行くと、とか韓国系のとこに行くと日本のものが売ってるみたいな感覚なんですよね。やっぱ食文化が近いですから、うん、日本はね本当に食に関してはね、ものすごいあのいろんな国のものがあのその一般的になってるんですよね。で、私がいつも食べてるもんっていうのは大体チャーハン、皆さんご存知の私チャーハンが大好きで、チャーハンとあとなんですか、あとチャーハンとラーメンですよね。もうこの連続ですよ。あ、でもまあこれも一応日本料理になるのかな。まあでもチャーハンとかね、ラーメンとかカレーとか、カレーのまってもともとまあインドから来たのかな、あれは分かんないですけど、もう外国のもんですけど、まあラーメンもまあ言うなれば中国から来たようなもんですからね。まあ今はもう日本食みたいに なっちゃってますけどね。ちょっとまあ中国の感じとちょっと違うというか、まあ、うん、まあ要はそのミクスチャーなんですよね、ものすごい食べ物に関しては。その食べ物、日本にその入ってきた、例えばラーメンみたいなもん、まあ、スープに麺入れたみたいな感じだったんですよね。でもそれをどんどん改良していって、こうラーメンというね日本化していった。カレーもですね、まあインドのカレーと日本のカレーとまた違う、多分違うんですよ。もうどんどんそのカレーという文化を日本化していった、でこう一般化していったというふうな事例が多いんですよ。まあ、ではラストスパートいきたいと思います。終わりました。まあ、結構意外と余裕っすね。やっぱそばとかに比べたら全然余裕っすね、うん。まあ、だから途中きついなと思ったんですけど、最初きついなと思ったんですけど、でもどんどんなんか喋っていくうちに結構ねいい感じで、すいません。ありがとうございました。また美味しい食べ物を紹介したいなと思いますので、ぜひ見てください。それでは皆さん、また明日。さよなら。明日じゃねえよ。また今度。またねー。See you next time.